はい、どうもこんにちは。まあ、今日はですね、今日はてか今回からカーシーというホラーゲームをやっていきたいと思います。てかさ、なんもないやん。やばい、野獣で。やべえよやべえよ。そこ野獣でやで。大丈夫、野獣でやで。大丈夫、女の子が来るところじゃない。なんかない。7ミードできないゲームとかあるからね。ここに制限かけたりとかで7ミードできるのありがたい。大丈夫、セーブ32個までできる。ありがとうございます。ごめんなさい。何ですか？ちょっと待ってね。LINE がちょっと今来たんで。あ、そう。この動画なんですけど、3月の13日にね、コスプレのイベントにね、今参加することになりました。おい、行かせろかな。そうなんだけど、まあ、いけないね。フラグ回収した。ツナマヨかよ。ちょっと待ってね。 LINE してる。 LINE しながらすんなよお前。どっちかしろ。リスレね、今ね、そのコスプレ参加に向けたね、今ね挨拶してるところ。あっそう。その人女装なんだけどね。うっせえなお前。もちろんこっち鍵閉まってるよね。人間ってね、基本ね、右と左側道があったらね、基本的に人間的にね、左を選ぶんですよ。だからね、僕は右を選びます。入れねえじゃねえかよ。なんか話すやん。なんかいいよ。俺がちょっとね、一時停止してるときはね、基本的に LINE してるから。どこ？ちょっと待ってな。私はエロ本読むのが好きだ。でもエロ本よりももっと AV ものが大好きって。やばくないかこれ。こういうところってね、こういうところとか怪しいんですよ。やばいな、ここも住んでる人やばいな。エロ本とか AV 本とか読んでるみたいよ。何か
電話。てかさ、水の入った小瓶とさ、ピアノの鍵盤がある時点でさ、これもう、あれじゃん？ちょっと待ってな。いやーね、集団とかの撮影とか楽しそう。アイテムは自動で勝手に使ってくれるパターンだよね。助かるわ。おい。ああ、なるほどね。要するに、さっきのボタンのあれが反応するわけね。なるほど。理解した。つまり、これが当たりか。つかね、敵がまだどうなのかで分かんないからあれなんですよ。するぜ。は？ちょっと待って。うん。それは真ん中の方が怪しいの分かるよ。この家にはすごく成長の早いから、それを水使って成長させろってことか。はいはい。どれや？まあ当然これっすね。どの花かな？はい、来た。これで終わったらもうホラーゲーとしてはちょっと短すぎるでしょ。あ、館の入ってすぐの鍵か。あ、そっか。ほら、来い、約束。ちょっと待ってね。LINE しながらすんなっちゃったから。よし。多分こっからが本編だ。てかね、タイトルの画面にも出てたあの目ん玉だらけのやつが多分敵だなと思ったけど、実際どういう敵なのか分かんない。まあ、とりあえず見ていきましょう。やめろって
だ撮る前にまだ多分ネイミングの中で、これ多分人普通に撮ったら多分殺されるやろうね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あれあれね、そこにアイテム普通に取れるけど、多分普通に取りに行ったら殺されるパターンだから。一回いけるか、ちょっと一回いけるか。別館とかあるかな。でも別館にしてはちょっとおかしい。3階もあるじゃん。バラがたくさんある部屋の階バラの中に一つ鍵を持ってやる。正面入って 1,2,3,4,5 か。でもそれ以外のバラに触るとおそらくトゲがなんかで刺さって死ぬとかそういう系でしょう。大体予測できると。とりあえず全部見てみるか。なるほど。理解した。いやーねー、あれはちょっとね、バラの問題。お前だけなんで生きてんだよ。こいつか。ちょっと待てな。なるほどね。この壊れた椅子があるところは移動できないようになってるみたいだね。これどこだと思います？あの人形がね、とりあえず追っかけてくるみたいです。で、移動速度をちょっと分かんないんで、ここじゃないね。あれ違うの？なんでだ？どっちかだよ。
はい、使ったよ。こうですね。何これ。ちょっと待って、背後から攻めますか。殺しやな。移動するときのマップかわかんないな。待てや、動けるとこと動けないところとか積みとかあるから、この草は通れるんだね。どうか。こうできるね。よし。足だけは椅子の上に、それ以外の5匹のクマのぬいぐるみはぬいぐるみの部屋の大きなカゴに片付けなくちゃ。つまりカーシー以外はね。
時が3年前。でもね、バッドエンドとね、普通のエンドが2つあると思うんです。これエンディング2つあるらしくて。さあ、これでうまく片付けられなかったら、片付けても片付けたつもりで、実際は何も片付けられてなかったら、バッドの方向向かって、できたらそれはそれで終われるっていうこと。電気がついてるんですよね、そもそも。なんでここには転送されたんかよくわからんけどね。ないか。あれ、特に、あれだよね。特にやばいとか、そういうのはないね。あとね、行ってないところに、3回。だけなんですよ。消えてるね。多分これのことだでしょうね。ぬいぐるみがあそこだから、ちょっと一番見やすいってないでしょ。これね、10万とかあったっけ？ちょっと待って、ちょっと見るね。まだね、録画してないね、まだ25分ぐらいなんですよ。違う。カーシーだけを椅子の上に、それ以外の5匹の熊の猫をねぎる家の、カーシーの椅子の上、椅子の上ってどこなのね。カーシーがあんなとこに寝てたからね。なんか予約付きの人形って怖いんだよね。ついたら日本人形のことかなと思ったりするんですけど。うまいか。さあ、ここ引き目ですね、これ。今いい手でやってるから。とりあえず全部の人形から集めるか。ちっちゃい人形集めましょう。
カーシーっていう人ぐるみは、多分この、こぬぐるみ、ぬいぐるみ屋のいる部屋にいる、この5匹の熊のぬいぐるみは、おそらく、ボスみたいなもんだと思われるんですよ。で、そのボスが、この5匹のぬいぐるみを、めちゃめちゃにしたんだけど、これで一番最上階の部屋から開いた？おそらくこれで一番上の部屋が開いたんじゃないかと思う。寝たらクマのぬいぐるみが自分、その寝ていた自分のいる部屋にいて、そこから最上階まで追っかけながら的なだと思うよ。日付の、日記の日付は2年半前を出してる。あ、どんどんこれ遡ってってるんだ。で、おそらくこの原因になった原因を探してこい的な。おそらく多分、去年、1年前とか、そういう刑事書。断り、だが断る。分かった。とりあえずそこに進展するルートが一つあるみたいってことが分かった。一応全部見る。一番怪しいのは多分ここやろ。あの熊のぬいぐるみの部屋なんやけど、大丈夫かお前。熊さんの、熊のプーさん。うわ、カゴがたくさんあるから、それが何だって話じゃないけど、一応この部屋もまだ見せない。
まあ、3回まであるけど、まあ、3回実質、まあ、別にエンディングのところに使うだけやから、実質2回までしかないみたいなのやから。大丈夫か？起きろ、起きろ。よっしゃ。実習といいって実習のあれを持ってんだよ。おかしいだろ。青いバラ。こちらがバラの部屋だからちょっと思うけど、2階のあそこ左、2階の右下の部屋かなとは思うけど、大丈夫か？死ぬか、死ぬなよ。死ぬなよ。なんだこのカーナーで言うのは。なんだよ、お前ら。アクアダンか、アクアダン。死ね。お前ら邪魔じゃん。黙れ。全量の国のクマを含めて、ね、全員同じ鳴き声出すからさ、はっきり分かったね。ないね。何このバラ？は？分かんないわ。ちょっと待ってな。まあ一応、まあ開かないとは思うけど、なんかね。バラはわからん。とりあえず関心のところに行けばいいのかな。あ、そこおったな。お前らおったな。関心行くとこ行く。ここに植えるのかな？あ、やっぱり違うか。これが多分エンディングにずれるんじゃないか？
去年かな。私はもう今日家を出て出なければならない。今日日付1ヶ月前。だいぶ遡ったな。閉めないと入ってくるパターンか。そんな感じだろうね。カーシーは友達がいないから、まあ他のぬいぐるみにあれだな、八つ当たりしたな。これ多分そうだわ。俺は思うよ。帰ろう帰ろう帰ろうって言うのか、帰れねえのかよ。その1ヶ月前にこういうことあったの。ってことはすぐでも1ヶ月前には、1ヶ月前にはここに主人がいたってことだよね。それお前らが悪いんだろ。ランプ暗闇の中突っ込まな関係フラグだな。これおそらく店員だろ。真っ暗だ。多分店員だと思うよ。店員ぐらいしか来るとこないよ。大丈夫かお前ら。来たくないけどな。ちょっと待ってね、そこに鍵があるのはわかるけど、ちょっとそのいや、全部見回って全体をかかってから行った方がいいから。おそらくカーシーが多分ね、鍵取ったら、追っかけてきて、自分の部屋にまでに追っかけてくると思う。多分ね。血だらけの熊のぬいぐるみ？行くぞ。
れで回避するんだね。てか出ていけやくそ。半前は少なくともあれだな、ね、監視はそんなにって感じだったんだけど、つい最近になって監視逆切りしてあれだな、暴動起こしたなってやつだな。まあ分からんことないわ。でここに逃げ込んだらってやつですね。でそれ以外の選択では鍵閉めるっていう選択がないから、場合やから自分の部屋に逃げ込むか、あそこの部屋に逃げ込むか、どっちかでですよね。行くかどうかちょっとわからんよ。切るとおそらくバラは七人が大切にしてたイコールぬいぐるみ直接あのカーシーに直接してるから、おそらくカーシーが多分暴走して入ってくる可能性がある。
あれでおそらく台所かな。台所のあそこが引っ込んだね。これでおそらく屋上は開くかな。これでもしかしたらここでカーシーが出てきて、カーシーに追っかけられるんだけど、屋上に逃げるか自分の部屋の横に鍵かけて寝るかどっちかで選択するんじゃないかな。でそれでエンディングが分かれるみたいな。自分の部屋っていうか自分が寝てたところの部屋に逃げ込んで鍵閉めて、ああ助けてくれ神よって言いないで明日を待つ。これが一つのエンドで、もう一つのエンドはこのクマさんたちを助けるという的な、まあ、要するにベストエンド的な意味で屋上に突っ込んでいくってやり方なはず。だとは思うよ。これちょっとセーブしとくね。ベッドのある部屋って自分の部屋のとこだよね。来いや。来ないか。来ないね。ああ、わかった。来ないとなればあれだね、このまま部屋のところの自分の寝るところの部屋に鍵をかけずに寝てしまうと起きたら殺されているみたいな。鍵かけてて寝たら襲われずに済むみたいな。3年前がカーシーさんが普通に家に入ってきて、いや友達いないんだよみたいな感じでお邪魔してきてみたいな。注意することはあんまり同じ部屋にとどまらないこと。足音がすぐ聞こえたらすぐ聞こえなくて。Thank you.
ちょっと待って。隠れるっつったってどこに隠れると思う？つか開かないってこの時点でもうやらないか。つまり2階はできないってことは、説明的に1階のどっかに隠れろみたいなこと言ってるでしょ。基本的にね、ぬいぐるみちゃんが食われてるようなところの部屋はおそらく逃げちゃダメな部屋だと思われるんです。隠れるっていうことだから、部屋に隠れるっていうやり方は多分だって鍵かけれないでしょ。じゃあそこしかないわ。タンスのある部屋、チャンスがあるところってあそこしかないもん。ここしかないよね。じゃあここ行くよ。多分この3つのうちどれかでしょう。まあ最悪セーブ&リロードを使うんで。これさ、多分こっち側から取ったらいいかな、こっち側からいいかな、こっち側のはいいかな、こっち側がいいよね。こいくぞ。Thank you.
多分普通の通常エンデルでしょう。3階のやつが入っ、3階の扉には入れてないって。それが。ってことで帰ってきました。やり方が分かったんですか？練習しないとやばいんでね、成功しなかったら何回かやらないといけないんで。お前の世界なんでそんな薬がいっぱいあんの？ありがとうございました。はい、終わりんご。